自分でちょっと巻いた外巻き。暗くしました、かなり前に。いつも染めたんだっけ、2週間前ぐらいかな。いや嘘だ、もうちょい前かな。暗いけど大丈夫？なんで暗いんだろうね。前にこれ置いとこうかな。何色がいいかな。これね、なんかね調べたんだった。さあ、ちょっと待ってね。パステルカラーって調べるね。待って、明るい？嘘だ、暗いですね。今はここにこの画面だったら明るいんかな。ちょっと待ってね、自分の肌に合う色を選んでる。これいいかもね。青、水色かな。紫ではないな、この色がいいんじゃない？ちょっと待って、頑張ってスクショする。失敗だよ。むずっ。 OK、 できた。 OK、 これをね、変わらないかな。あんま変わんない。ちょっと明るい。なこなったんさんとケビンさん、ありがとうございます。タワーいいんじゃない？ちょっと明るくなったんじゃない？眩しくないよ全然。ピアス開けたの？開けてないです、全然開けてないよ。可愛くなりました。やった。サムのカラーにしました。今セワノニカコロ。明るくなったよかった。ちょびっと明るい。色変えられるんって、あのね、今 iPad で普通にパステルカラーって調べて、なんか自分になんかいい青色を選びました。チェウォンちゃんのカラーにしました。ナコママ何してんの今、あれ、食器洗いしてました。ピッコロの声聞こえる？こっから。ピューラー何使ってるか知りたい。あれです、資生堂かな、よく使われてる。今しました、今メイクしました。本当にメイクは15分ぐらいでしました。ガルプラ見てる？見てー、 YouTube でちょびっと見ました。Mネットの YouTube で少しだけ見ましたね。歌が良すぎて、最初のおおおって言うんですか、あれ、なんて言ったらいいの。わあ、自分のこの携帯の画面暗くなっちゃった。まあいいや、ショールームやってるといつも暗くなっちゃう。あ、パンダコッタさんありがとう。タワー見えた。誰推しですか？みんな推してますよ。でも聞きました、イエソちゃん、イエソちゃんだって思うんですよね。イエソちゃんがナコに似てるっていうお話を聞いて、
くさん聞きました。私の何千倍も可愛い子なのですごいびっくりしました。こんな子に似てるなんて言ってもらっちゃっていいんですかみたいな。すっごい可愛かった。あ、オーバーオーバーオーバーなんですか。なんかあれ TikTok、 あ、マラブキさんありがとうございます。カムサミタンコマヤン、あの TikTok でもめっちゃ出てくるし、なんかなんだろうね、踊りをなんか自然に覚えちゃいました。なんか見すぎ、なんか自分で調べて見てるわけじゃないのにめちゃめちゃ出てきて、うん、覚えちゃったね。え、知ってる子が何人もいてすごい不思議な気分です。踊って、そんな踊、踊り覚えたけどそんなちゃんと踊れない。ちゃんと踊れない。手がどうなってるかとかちゃんとは見えてないけど、ね、フィエスタ課題曲になってるって、あれいつやるんですかね、楽しみ。なんかすっごい、あのね、なんか学校のなんて言うんですか、何の時って言うんだろう、学校のさ、なんていうの、なんか、なんかみんなの前で踊るやつ、あ、来週見ます。学校のなんていうのダンサー、あ、文化祭、文化祭なのかな、分かんない。文化祭というものをやったことがなくて、あれを文化祭というのか何なのかがちゃんと分かってないけど、なんだっけ、なんだっけなんか学校でね、やってくださってた方が多くて、アイズワンの曲を、だからそれを見た時もやっぱすごい不思議だし、こうやってなんだろう、課題曲として自分たちの曲が出るっていうのもすっごい不思議です。きー、早いね、早いね、先輩になるからね、不思議だよ先輩なんて。なんか今日めっちゃコメントが遅い気がする。あ、今息が続かなかった。どんな、どういうこと、息続かないってどういうこと。目パッチリしてて可愛い。今日はコンタクト、休みなのにコンタクトを入れて、最近はね、休みでもコンタクト入れようって意識してて、コンタクト入れたらなんか目がわーってなるよね。なんない？私だけですか？どこのコンタクト？あー、わかんない。なんだっけこれ、なんだっけ、なんかもともとはあの箱が青のなんかシュワンシュワンってなってるやつ使ってて、で乱視用にしたんで緑になりました。シュワンが緑になりました。それなんですかね。これで伝わったらすごい。お、ワンデーアキビュー、多分それだ。すごい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 。うん、ワンデーですこれ。そう、ずっとね乱視なしのやつ使ってたんですけど、乱視用にしました。だからね、あの立った時にこう下見るじゃないですか、足の方ね、足元見るじゃないですか、なんかね自分がすっごい身長高くなった感じがするんですよ。やっとこの何、ちゃんとなんていうんですか、
見えるから、やっと綺麗に見えるから、ん？何言ってんの？やっと綺麗に見えるようになったから、その距離感がやっとあって、すっごい自分の身長が高く感じます。変わってないんだけど変わってないんだけど、すごいなんかそんなに床ってそうかったんだっていう、床と自分こんな遠かったんだっていう風になりました。卵子用にしてからね。今日のね、洋服 見えるかな、クマ見えた？見えてない？見えてない？キョプちゃん可愛いでしょ。ハングリーズさせよ、行こう。ハングリーズ。何時？1년전도아니겠지언제산거지이거일본에오기전에샀는데그때진짜뭔가곰돌이라고하면되는거야곰돌이를진짜좋아했어요지금도좋아하는데그래서그때 뭔가곰돌이티셔츠를많이샀던것같아요일본에올때에나중에뭔가쿠마에하마った시기가있는데쿠마가書かれてる T シャツをめっちゃ買いました。あ、めっちゃまでも、あ、すみません、めっちゃ嘘です、これめっちゃ嘘です、買いましたいつかね、私自分の部屋がないんですけど、家に自分の部屋ができたら、クマどんな部屋にしようかなっていう想像をめっちゃするんですよ、うん、クマを置こうかなそれだけ夢少なーってねクマを置こうかな。え、クマが好きなんですよ、うん、めっちゃ好き。クマだらけの部屋にはしたくないの。めちゃくちゃクマにはしたくないけど、うん、なんかポイントとして絶対に私はもう白みたいな、クリームみたいな、ベージュ、そういう色にしたい部屋を。な月にん、감사합니다、고마워요。マツパしてますか？してないです、してないです。みんなしてるよね。秋田のフラペチーノ美味しかった。塩キャラメル味だったんですけど、めっちゃ美味しかったです。お風呂が沸きましたみんなすごい、みんなお風呂が沸きましたって言ってるすごい、そう、お風呂沸きましたね今。福岡のは抹茶、普通に抹茶、うん。でもね、書かれてたの見ました、皆さん、あのツイッターにあげたの、めっちゃ可愛いでしょ。なんて書いてあったか忘れちゃったけど、そう、やめちゃー、やめちゃーやけんフラペチーノかな。うん、他の、あ、何
何県のフラペチーノか、あ、塩キャラメルは秋田です。で、やめちゃやけんは福岡です。秋田はめっちゃ美味しい、やばかったですね。一生なこ吉、ありがとう、りょうきちさん。りょうきちさん、ありがとう。名前も一生なこ吉、ほんとかって感じだけど、ありがとう。今だけでも。東京のは飲んでないの？飲んでないんですよ。だってあれだから、あのコーヒーゼリーじゃなくて何でしたっけ、なんだっけあれ、コーヒーゼリー。わかんない。度胸のは言うほど美味しくなかった。かわいそう。まあ人のね、好みはねそれぞれだから。私も苦い系なんだ。うん、飲まない。桃とパイもね飲んでないんですよ。でもね、誕生日にもらったあのスタバのがまだあるから、それをねいつか使わないとって思いながら。あんまり行かないかな、スタバと。逆にもうちょっと前の方がなんか言ってた気がする。うん、ケビンさんまたありがとうございます。タワーなんか今日さ、タツノオトシゴだっけ、それめっちゃ来るね。限定なのかな。体型維持方法教えてほしいです。なんかね、二十歳になったら痩せるってよく聞くじゃないですか。それ本当なのかな、それともなんかストレスがなくなったら痩せる体質なのか分かんないけど、なんかどんどん体重が落ちてきました。分かんない、今日はいっぱい食べ過ぎちゃったから。今日はちょっと食べ過ぎちゃったからあれなんですけど、うん、なんかね、私的には逆にストレスで痩せる方もいると思うし、本当にね、本当に人それぞれで体質も違うし、全然痩せ方とかみんな違うからわからないけど、前はストレスがあったの？まあそうなっちゃうよ。そっかそっか。そうなっちゃうと、なんか、変な風に思われても嫌だから。なおっちょさん、ありがとうございます。なんだろう。なんかね、一時期は、まあ、皆さんも知ってるだろうけど、すごい言われてたから、体験のことで。で、逆になんか、ああ痩せなきゃいけない痩せなきゃいけないってなって、すっごいねちょっと自分で多分考えすぎちゃってね、ストレスになっちゃってたから、逆になんだろう、食べたくなっちゃう。バカみたいな感じだけどね。なんか、それでちょっと太ってましたね。ひーたろにん。ハングオルって言うんで、いるもん。ありがとうございます。こまやん。ダメと思うほど食べたくなるよね。そう。そうなんです。それはわかる。だからね、本当に一時期は、いや分かった、多分みんな分かってると思うけど、やっぱね、そういう時期はみんな通るのかな、分かんない。でもね、人によってね違うんだもん。だってそうやってなんかストレスで逆に痩せる人もいるだろうし、私は逆に考えない方が、あんまりそういうの痩せなきゃとか
痩せたいとか考えない方が、体重が減っていきました。だから一番すごかった時に比べて今6キロぐらい違うかな、全然違うでしょ全然違うでしょ。そう思うとさ、わかんない、そこまでね、あんまり多分そんな差は見えないんだろうけど、全然変わりました。いや、頑張ったって言わないで全然何も頑張ってないんで、そんなには、だから本当になんかいろんなね、調べてね、いろいろやったりするだろうけど、頑張りすぎないように、最近ほんと現代の子なんて言ったらいいんだろう、自分も現代の子になるのかな、最近の子はみんなそうやって、なんだろう、見た目のことばっかり気にしちゃうし、自分もまあそうだけど、そういう時代になっちゃったから大変だろうけど大変だろうけどねすごい一言みたいな、なんだろう、あんま気にしないでほしいです。そう、健康なのが一番、そうだよ。なんかね、めっちゃ言われ、やっぱり質問コーナーみたいなのすると、なんだろう、どうやって痩せましたかとか、痩せるためにしてることありますか、体型維持の、まあ体型維持だと、まあまあいいけど、みんな気にしてるんだなとやっぱ思いますね。気にするよね。パンナコットさん、またありがとうございます。追いついてるかな、タワコンタクト目乾かない、さ、あー今日はまだそこまでつけてないから、でもこの前さ、すごいね、長い間撮影だった時にね、コンタクト変えずにずっとやってたら、もう最後の方ずっと目が乾燥しちゃって、でも撮影してるからあんまりこう、あんまりこんなこんね、ずっと出てたらダメじゃないですか、ずっとこんなね、こんな風にしてたらダメだから、ちょっと頑張って目開けてたけど、もうだんだん視界がもう、なんだろう、曇ってくるんですよ、乾燥、このコンタクトが乾燥しすぎちゃって、でも休憩になってすぐメイクさんに、あの目薬借りに行ってたけど、もう普通に一回垂らしただけで普通に吸い込んでました。普通さ、こう目薬さしてベッてったら涙出てくるじゃないですか、もう涙出てこない1時間でなっちゃうの。
その撮影のスポ欲しい。撮影のスポ。無理かな。いやーちょっと待って。いや難しいな。難しいかな。もうちょっと待ってね。ダメだった、危ない危ない。あ、来週は今言える時点では柵の木があります。スポーって何？ネタバレみたいなことですね。韓国ではスポって言うんで、みんなも日本でも最近はスポって言いますね。ネタバレしてみたいな、スポちょうだいって言ってます。あ、そうだ、かまいがちもありますね。再来週9月2日。スポイラーっていうみたいですね。英語でしたね。韓国ではとか言ってたけど英語でした。カメラ見て、どこにあんまりカメラが向かうかな。見て、これはこっちか。はい、スポくださいって言ってきた。スポ、ああ、雑誌の撮影で何がいいかな。へえ、あーふん、一つのスポしますよ。雑誌のスポ。いや、これ別にスポしたところでって話なんですけど、スポしたところで別に、あ、これのことかってそこまでなるのかな。みんな知ってんのかな。わかんないからやめとこう。雑誌のスポは、あ、雑誌はもうちょっと待ってて。うん、雑誌自体がスポやんって。そんなにそのくらいは良くないですかとか言って。あ、ブルボン勇気ありがとう。テレビのスポ、テレビのスポはこの前やったの、一応やったけど、はい、終わりです。ぴょこんって何？ぴょこん、なるほどって絶対わかんないじゃん。いいよ、なんでも。あ、でもそれは一番もうすぐわかるのかなって感じ。その、うん、はい、これは終わりです。これは終わりです。明日で分かっていても最終回、やだ。あ、ちょっと待って、これさ、どうなんの最後。どっちにも行かないパターン？え？待って。
ナビが幸せじゃないとナコも幸せになれない。え、ちょっと待って、終わるの？絶対嫌なんだけど。分かっていても字幕なしで見てんの？韓国語字幕で見ながら、たまになんかなんとなくでは意味分かっても、なんかちゃんと分からない単語が出てきた時だけは日本語字幕にし直して見たりしてます。一個ね、単語で覚えられないのがあったんだよな。それで、うわ、これこの前も分かんなかったやつをまた分かんないわってなったんよね。なおちゃさん、ありがとうございます。なんだったっけ。うわー、なんとかなんとかな、のんのん、あ、のんじゃない、ちゃし、あ、忘れちゃった。のんかちゃし、どっちか忘れちゃったけど、それなんとかな、そこの部分が分かんなかった。なんだっけ。나쁜놈아니에요그건아니고약간어려운단어내가모르는피코한테물어보자근데아욕은아니겠죠그거는욕만배우네라고했는데아놈정도는괜찮은거아닌가라고생각했는데아니아니구나 아욕욕아니에요광 야로우그런느낌근데일본어는욕이없으니까괜찮죠그전은괜찮겠다뭐그쵸아잠깐만하이야잠깐만하이야めっちゃ早い何も見えない。ちょっと待って、コメントのだけにしよう。걔는여는안될듯아어근데드라마에서는했었는데드라마에서는근데드라마에서는괜찮은거는내가 말하면안되는것도있죠그쵸 그쵸자주나오지아드라마에서는그정도는괜찮다고아여여기많이나온다고아그러네그렇긴한데그냥저는그런말을안해요그냥 그런말안하니까걱정하지마말고 배우는거아니라배우는게아니라 그단어는알고있었어요욕해줘 안돼요아이제그얘기하지말자우리자다른얘기 할까요아니아다른얘기다른얘기 おすすめのカンドラ。いや、分かっていてもです。今はもう完全に分かっていても。
なんか聞こえる、テレビ多分ママが YouTube 見てるかも。テレビもつけてるけどママが YouTube 見てる。いつも YouTube 見てる。音でかいちょっと聞いてください。めっちゃ面白い話があって、あ、めっちゃ今あれですね、ハードル上げちゃった。そこまで面白くないけど、あの私めっちゃハマった曲をねずっと聴いちゃうんですよ。だからこの前ちょっと前だったら、あ、結構前だったら、例えばウィークリーさんのウーリースケートボードウィーロー、これをねずっと聴いてた時にお母さんがトゥルートゥルートゥルルルルって歌っててなんで知ってんのって言ったら、ナホがずっと聴いてるからだよっていう言われて、でその次もね、なんかあったかな、なんかあったかな、その次はなかったのかな。でね、そしたらね今日はね急にね「てれてててれてて」ってもう頭から離れないんだけどって言われて、え、何のことだって思ったらねついにはね踊り出したの、これやってた。てれ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 、あーって言ってなんでこれわかんのって思った。しかも一発でこれできてたの。普通さ、みんなさちゃんと見てないからさ、あのこうやったりさ、こうやったりするじゃないですか、どうやってやるのってなるのにさ、ママこうやってやってんだよちゃんと。しかも歌いながらてれてれてれて、面白すぎるでしょ。すごくない？お母さん、いやちゃんとはこうやってできてなかったけど、でも ほぼこうなってる、こんぐらいではできてたよ。すごくない？それが頭の中から離れないらしいです。あ、待ってね、見つけた。ナコナッタンさん、またありがとうございます。タワー、いやー、お母さんは自分で調べて聞いてるんじゃなくて、あの私が聞きすぎて覚えちゃってるの。やばいでしょ。やったけど筆よじれた、よじれたって言うんだっけ。今ちょっとちゃんと見てね。これ痛いよね。なこちゃんどうやって聞いてんの？え、普通に大音量でいつも流してます。最近はだから妹にめっちゃ怒られます。うるさいって、もう飽きたって隣にいてずっと聞いてるから飽きたって言われる。じゃあ次は何聞かせる？わかんない。でもさ、いろんな曲流してんのに覚えるのはやっぱ一つってことはさ、やっぱり残るのかな、それが耳に。最近は何聞いてるかな、まあ、できるだけイヤホンをするように心がけてるけど、海ちゃんのもうすぐ出てるのか。じゃあ次は海ちゃんの曲だなあれは見ましたよ、なんかあのどういう曲があるかみたいな。あれをなんていうかをまだ知らないっていうね。なんていうんだっけ、あれ忘れちゃった。あ、なんていうんだっけ、トレーラーっていうの、トレーラー、あ、トラックリスト、あ、そっか、トラックリストっていうのか。それは見ました。うん、ティーザーみたいなやつ。そう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 、Eyes on me っていう歌詞があったりね、いいね。
타이틀 토어임 맞아요 토어 楽しみ 응! 즈나코 코우짱 아리가토 아리가토 ハイライトメドレーだ、それだ。ハラメって言ってて、何ハラメってって思いながらちょっと見逃してたけど、それ今思い出したわ。急に思い出した。ハイライトメドレーだ、それだ。それです、それです。カラオケ配信してほしい。ちょっといつか自分の部屋ができた時に引っ越したらいつ引っ越すかわかんない、引っ越したら。でそれだまん、ポネーのごちあ、村重さん引っ越してましたよね、そうだそうだいいな私ちゃんとはあのなんていうのこの家からは福岡行く時はあったけどずっと一緒の家ですあの福岡行く前もこの家だったしずっとこの家ネイルめっちゃ綺麗やんなんかキラキラただのキラキラを塗ってます見えないかな顔で見えないピントが合わないねイルカタワーってイルカタワーは分かんなかったイルカタワーなんだろうただのキラキラ本当に色はなくて白っぽいキラキラがついてるちょっとの間はこれですあーでも分かんないなあーでもほぼずっとこれだなうんダメだっけまた雑誌の撮影とかになったらいろいろするかもしんないけどめっちゃでかいイルカがいたじゃんほんとだわあ気づかなかった誰かわかる方は教えてください。何？ヒロくん？ヒロくん？ありがとうございます。合ってるの？本当に本当にヒロくんで合ってる？またイルカいない？ちょっと待って気のせい？あ、ケンちゃんだよーんさん、ありがとうございます。かわいい。エミリーと何話してるか？エミリーと？エミリーと何話してる？本当にわかんない。本当にいつもなんか、しょうもない話してます。うん。で、最近は、3期ラインで話してるかな3期ラインとかでかみんなで会えたらいいねみたいな話したりしてますポンポンツーヨーさんありがとうございますタムがくれてるよおサムラムラありがとう HKT にいると落ち着く？それはもちろんはい落ち着きますね
みんななんか本当にやっぱ同期はやっぱり一番落ち着くのかもしれない。ネイルはいつまで出かける？これお仕事でしてたんですけど、まだ続くのでしてます。はるちゃんとのエピソード、これどうなんだろう、あんま話していいのかわかんないけど、そうね、事務所をねどうしてないからいいのか、お金が話せる程度のこと、連絡は取ってる情報少ないね連絡は取ってる。で昨日の夜になんか写真が送られてきて、 YouTube で見てる写真送られてきて、会いたくて見てるってかわいい、一個上なんですけど、歯は来てる？もう気づけない、ね、どれだ？読んでるけどね、棋譜は出るの？まだ発表はされてないのかな、わかんないね、最近今のね時期はギリギリまでわかんないですね、どうなるかわからないので、最近買ったもの、最近買ったもの、エアポッツだっけ、エアポッツのケース、違うのこれね、韓国のね時とね発音が難しいんですよ、エオパッって言うんですよ韓国では、エオパッパッパッパーの発音なのにさ、日本に来たらエアポッツって何ってなるじゃんエアポッツ、エアパッパッ、あれパーじゃなかったっけって思いながら、わかんなくない、エアポッツ、そうエアポッツだ、エアポッツ何エオパーする、いるもんね、そのエアポッド、え、なんだっけエアポッド、え、なんだっけ、あ、ポッツ、エアポッツラゴハゴトニャねえ、飲めへっかりよぞ、エオパエアパいるけてそうするけど、エアポッツ、エアポッツ、むず、難しすぎない、エアポッツね、うん、韓国語の方が発音正しいよね、多分そうなんだろうね、エオパうーん難しい、エアポッツ慣れない、これだけはずっと慣れないかもしれない、エアポッツね、はいすいません、うん、じゃあ忘れたわけじゃなくて、これは発音の問題だから難しい、あのそうケースを買いました、友達が褒めてくれてよかった、どんなケース買ったの？あのね、あーあっちに置いてきちゃった、あーカバンに入れたままだ、お花むず難しい説明、紫の
お花みたいな柄のやつで、でチャラチャラつけるやつあるじゃないですか、なんかあれがお花と紫のそのお花と、なんか本当にこういうね、クマ、そうそうそう、クマ、クマなのかな、犬みたいな、クマみたいな、こういう白いやつ、いつか見せます。で、携帯も今これ割れちゃったんで新しいのにしようかなって思ってて、ちょうどねあれも変えようと思って、家族と一緒の携帯会社にしようと思って携帯変えようと思うので、そしたらナビのやつ買います。蝶々の iPhone ケースにしようかなって思って、早く買いたい。でもさ、13が出たらやだよね、こういう時に。このさ、11もさあ、これ、うん、なんでもないなんでもないうん、あ、ミンジュとのお揃い終わり、確かに今ミンジュとお揃いなんだった、いつの間にかミンジュがお揃いになってた。え、9月に変わるの？え、来月なの？知らなかった。え、じゃあ全然9月まで待つ。え、全然待つっていうかもうすぐじゃん。え、そんなすぐ出んの？え、本当に言ってる？何色出るんだろう。でもやっぱり白がいいのかな。なんかピンク出るみたいな噂はなかったですっけ。でもな、やっぱり白がいいのかな。今黒なんですよ、今黒で、今のケースには合ってるけど、やっぱり結局さ白がいいのかな、白が安牌、やっぱりちょっと黒はもう飽きちゃった。赤はちょっとあんまりかな、なんかちょっと主張がすごくて、なんかこうやって持ってた時にさ洋服に合わないとか思っちゃう、なんか自分で考えちゃう気がするし、ケースつけた時にさここ出ちゃうから嫌なんだよな、色が。Y は AU 面白い携帯会社を携帯会社面白いそっかそっかじゃないのよなんで買いましたよ、そっちで面白い。そう、クリアケースにいいよね、白。そうなんですよ、そう、今買いたいのがクリアケースなんですよ。で、ここにこうなんかチェーンじゃないけど、こう手入れる場所がついてる蝶々の柄のやつ、なんかそれがいいんだよなY は、Y も AU、 Y はどこもみんなで言わなくていいんですよ、それそう、クリアケースなら絶対白、やっぱりそうだよね、やっぱりケース合わせるってなると白が一番いいのかな。白にしよっかな。なんかさ、紫とかはやっぱり可愛いよねって思っちゃうんだよね、やっぱりパステルカラー可愛いよなって思っちゃうけど、うん、やっぱり白にしよっかな。まあ出てないしね13のやつねまだ出てないね、そういえば。해설이들리는다고요? 여기까지 들리는 거구나.
13ってカメラ何個わからないです。13が出るっていうのも初めて聞いたんで。本当に出るのかな。ピッコロ보고싶어요갑자기피코로라는댓글이너무많은데피코로呼んで本当ご機嫌ねママ聞こえるかな妹妹よ妹ピッコロ連れてきて誰も聞いてない誰もいないんじゃない見えないそう妹っていいピッコロピッコロまだカゴの中にいるの今だから出してくれると思ってもし아니에요지금오겠죠슬슬오겠죠어아오라이트다네피코로피코로오이데피코로피코로오이데피코로오이데ピッコロおいであーえらい子だえらい子でーすきょうも来ましたピッコロでーすね、ピッコロがね、大きいため息をつくんですよ。ママの真似をして、ため息つかないでね。何も食べ物ついてないよ。インコっていい匂いするね。わかる。いい匂い。いい匂い。なんか喋ってよ。ピッコロなんか喋って。犬の声が聞こえるの怖いね。どうすんねんね。ああ、무슨냄새지진짜모르겠어요インコ냄새あ、ロータスさん、ありがとうございます。ロータスさん。フライドポテトにまあそんな感じしゃべんないよしゃべってほしいのにうんインガンドラナグコンジュニムカムサンミタンなこの爪それ爪だよ爪だよそれ
出てすぐなのに、なんで喋らないの？喋ってよね。今日おとなしいよ、すごい。眠たいのかな。眠たいのか。眠いの。眠いのかな。眠いと喋るじゃん。めっちゃ眠そうなんだけど。めっちゃ眠そうだよ。そんなことある？なんでいつも。この前も寝たよね。寝たんだけど見えるかな、よく見えるかな。目見える？つむってる目、グレーっぽいのがつむってる時の目なんだけど、かわいい、かわいい。眠い。イルカタワー来た。ちょっと待って、ちょっと待って。どこ、どこどこ。え、インガンズラまでは見えました。それ誰ですか、わかんない。田村村、ないよね。本当に田村村。待って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 、タムラムラまた怒られてる。今プルプル言ってた。なんで。ありがとう。ありがとう。プルプル言った。このぬっぱん、ぬっぱんですか、これ。ぬっぱんですか。毛がおもろいでしょ、ここ。前髪のところおもろいね。起きた。なんか起きたっぽい。寝るの。この髪の毛やだね。当たっちゃうね。あ、なおっちょさん、ありがとうございます。あ、怒ってる。すいません、ありがとうございます。喋んないの。喋ってよピッコロ。眠いね、眠いね、眠いね。眠いか。眠いって。右コロね、できないんですよピッコロは。チビも右コロできない。よく知ってますね。なんかここかゆくなの。蚊に刺されたのかな。やばい、ちょっと腰のところがつりそう。ちょっと
にぎころっていうのはこうインコのことをこう掴んでこうやって後ろ向きにさせた時にんーでんーでやること、なんていうの、分かんない、伝えづら、ピコロごめん動くね、起きた起きた起きた、ピコロも起きたって、シュワーってやりな、やんない、やんなくていいの、ラーメン食べちゃダメだよ、ラーメンはダメだよ、見てる見てる物販物販物販やってるんですか、ピッコロのおかげでウィンク見れただってありがとう、だってよかったね、綺麗な色やね、でしょ、振り返り美人ですね、だってよかったね、相変わらずのリーゼントいいでしょ、かわいすぎない、かわいすぎない、今日あんまり喋らないね、なんでだろう、なんで今日あんまり喋らないの、だってお眠なんだよ、確かにね、チビはあっちでめっちゃ喋ってる、寝とるやんこっちでも寝とるんかい、めっちゃ寝てる、後で寝たらわって起こすかも、怒られるかも、こうやってねブラブラして寝てるよね、ブラうろついて寝てる、ギフトに溶け込む、だってイルカと一緒やんめっちゃイルカと一緒やん、あっち見て、ピコロちゃんと向いたし、もうちょっと上向いたら完璧なんだけど見て、イルカと一緒かわいい、こっち乗ってみな、ここ乗ってみ、あんま肩乗らないんだよね、乗んないって、ついてんの、なんか噛まれそうになった、危ない、食べたい、食べれちゃいそうだよね、こうハホってやりたい、ハホってやりたい、プルプル言われる、嫌だ、行き過ぎた愛情、違うよね、うん片思い片思いなの、あ
あ、食べたいってこと？そういう食べたいじゃない。こっち側とこパ。わかるって食べたくなるのわかるって人いた。おはようって言わないね。こんにちはは言うね。眠いね、めっちゃ眠いね、ごめんね。でもちょっと喋ってほしいな喋ってほしいな。ピコロ、ピコ喋ってくれる？喋ってくれる？ダメかな。誰に一番懐いてんの？パパ。パパだね。でもいつもパパのとこ行くもん。なんなの？なんなの？パパですって覚えるし。なんなの？ピコロ、なこちゃんって覚えてよ。アンニョンも覚えさせてるのに覚えないし、最近はね、お疲れ様って言ってほしくて疲れて帰ってきた時に言ってほしいから言わないね、まだね。喋るね、喋るね、ピッコロ喋んないとバンされちゃうんだ、これ。ごめんね、喋るね。寝てるところごめんなちゃいねかわいい、かわいいしゃべったらいいのに、喋らないね。みんなごめんねって言って大丈夫だよ。かわいすぎる。ピコ遊ぼう、遊ぼう、起きて起きて遊ぼう。見て、じゃん。보면볼수록이뻐진다. 자, 이거 보고 이뻐진대. 遊ばない 眠いのかな? 見れば見るほど綺麗になるって書いてある。보면볼수록이뻐진다. 자, 나도 보고 있을게. 遊ばない、眠いって。
鏡。眠いって。じゃん。ないよ何も。充電器外すね。ここで寝るわけないよね。どうしたん？元気ない？もしかして。もう背低くない？見て、見てピッコロ。なんでプルプル言うの？どうしたの？どうしたの？あ、危ない危ない。痛い、噛まないで。ごめん、眠いのね。起きた起きた起きた。あ、ひろくんありがとう。これは喋るぞ、もうそろそろ。何話すかな。ピクロおはよう。笑んだ。喋った。飼い主ってどっちですかって私です。ちょっと待って。そんなことないでしょ。ピクロここカメラだよここ。見てみ。見てみ。ピクロ見てみ。痛い、それな、この手。ピコロこっちおいで、こっち、ピコロ。いいじゃん、その角度、その角度いいじゃん。ピコロこっち向いてみ、こっちこっち、ピコロ、ピコロ。もうちょい下だね。あもうちょっと奥にするかな。もうちょっと危ない危ない。コロナ遊び道具が映ったね。うんちうんち。ティッシュが遠いね。ティッシュ開けちゃう。ピコロ、ちょっとどいて。どいて。はい、いいよ。ピコロおいで、ピコロ、ピコロおいで、こっちおいで。それダメだよ、あんまり。ピコロ、ピコロおいで、おいで。ちょっとどうやったらいいの。ピコロいで、アンガス여기있는데、여기있는데、
どうした？アンニョン。お疲れ様。覚えないね。ASMR なの？これそんなに音聞こえんの？